柏原は大阪府柏原市内の広域地名。柏原市の北西部に位置し、柏原市の前身である南河内郡柏原町の西側の地域である。現在の住所表記では、本郷、今町、大正、小町、道島町、河原町、清州、城市の各地域に該当する。この地にはかつて山戸川が流れ、その西側に南場から、 河内国府を経て、飛鳥、奈良方面へ続く街道が通っていた。交通の要衝であり、かつ大きな河川が合流した直後の下流に位置したため、農業地、商業地として栄えたが同時に水害にも悩まされてきた。特に元那6年と関永10年に立て続けに起こった大水害では、柏原地域に壊滅的な被害をもたらした。しかし当時の大観であった。 末吉孫左門長報は、大阪、京橋と柏原の間に、物資運搬船を行き来させ、その売り上げで地域の復興を行うことを考えた。それが、柏原船の始まりであり、上流の国部船と合わせて19世紀末頃まで大いに、栄えた。元禄17年に大和川はこの地の南で、西方向へ付け替えられたが、付け替えに際し、 柏原近辺では水分に大打撃が出るとして反対している。川違いによって旧河川時期は広大な敷地になり、この地においては市村神殿として開墾が行われた。敷地の中央に市川が設けられた。しかし、平野号付近を経て大阪へ至る河川、水路がなくなり、地域の西側において水不足により干ばつとなったため、湯気村の省や 西村一郎絵門のが幕府に許可を得ずに山和川から水を引き込んで、伊地川を改作した。この件で一郎絵門のは捕らえられ、一家は断絶となったが、水不足は改善し、平野郷経由の戦運が再開されてこの地域の経済が発展していった。近代以前には本郷、今町、城市の三つの集落が存在した。平野川市町村制施行前の柏原村だった。 地域、旧山和川砂岩、旧奈良街道に沿いに古くから栄えていた。かつては山和川の川床であり、付け替え後の市村神殿だった地域である。地域の北部は比較的規模の大きな工業地となっている。現在は工業地と市街地と化し、神殿としての面影は残っていない。ありがとうございます。